おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日からこちらのみこと日記というゲームを実況していきたいと思います。本日収録しておりますのは2月26日。私ひなぴよが動画投稿を始めて2年が経ちました。それでですね、まあ記念として今日からちょっとシリーズを投稿していこうと思うんですけれども、それでまあ私カロンさんっていう方すごく好きで、ツイッターフォローしてるんですね。で、実況とかも最初の頃はちょろちょろって見てたんですけど、私がこれ実況したいって思って途中からこう楽しみに楽しみに貯めていたら、めちゃめちゃたくさんいろんなゲームを出してくださっていたので、これからいっぱいカロンさんのシリーズやっていけたらなと思っています。なので始めていきましょう。はじめから。ちなみにこのみこと日記は、カロンさんのシリーズのおそらく一番最初なんじゃないかなと思います。このゲームには暴力シーンやグロテスクな表現が含まれております。この物語はフィクションです。実在する人物、団体、事件などとは一切関係ありません。関係ないよ。関係ないからね。誰も法には触れてないからね。大丈夫だよ。カロンプレゼンツ。みこと先輩。みこと先輩のことが好きです。付き合ってください。これは、みことちゃん。これあれだね。タイトル画面の子だね。かわいいね。どうなる？告白はどうな、おお。え？マタロウくん。マタロウっていうの？そういえばなんかずいぶん前にね、これ見たことあるんだけど、マタロウって名前だったね。なんか確かね、カロンさんのシリーズのね、主人公なんとかタロウくんっていう名前だったはずなんだよ。でも最初がマタロウって。本気なの？本気です。全力で愛している。どっちもなんか、全力で愛している。わかったよ、マタロウくん。君は冗談でそういうことを言うような子じゃないもんね。じゃあとりあえずはね、お付き合いしたらいいのかな？ OK ですか？ありがとうございます。よろしくね、マタロウくん。よろしくお願いします。よろしく。さすがにね、最初はよろしくお願いします。マタロウくんは元気がいいよね。そういうとこミコトは結構好きかも。一人称ミコト、あーかわいい。ほう、あ、これで晴れてお付き合いすることになったと。マタロウくんとミコトちゃんがね、なんか混ざってマコトちゃんって言いそうになった。こうして俺は、あ、僕だった。こうして僕は憧れのミコト先輩と付き合うことになった。ミコト先輩は顔も性格も良くて何でもできる才色兼備。学校中の男子からも当然モテモテだ。そんな僕がみこと先輩とお近づきになれたのは、僕が部活の後輩だったからだ。みこと先輩は僕のことをすごく可愛がってくれた。でも好きになった理由はそれだけじゃない。みこと先輩の明るくて優しい、そしてどこか不思議な雰囲気に強く惹かれてしまったのだ。この気持ちは何だろう。僕はみこと先輩を愛している。みこと先輩を幸せにする。みこと先輩が好きだ。でもこれ全部同じじゃねえの？じゃあ愛している一辺倒でいきましょうか。みこと先輩を愛している。これでなんか変わんのかね。おお、何ですか？怖いよ、これ魔女の家の BGM じゃん。さ、どうぞどうぞ、上がって。もうみことちゃんの声どんな感じだったか忘れちゃった。ちょっと頑張って固定させますね。うちに人が遊びに来てくれるなんて超久しぶりだ。いっぱいごちそう作るね。お邪魔します。ごちそう楽しみだな。ちょっとズーズーしくいくか。じゃあごちそう楽しみだな。まあまあ、ゆっくりしていってね。ゆっくりしていってね。今日は私以外誰もいないから、
なんだってごくり。まあでも初先輩のお家でちょっとそんなね、あのやましいことなんてできないんで、ちょっと僕はおとなしく真摯に行きます。あのねあのね、マタロウくん、紅茶嫌いだった？好き。私は好き。そっか、よかった。ミコトね、桃の紅茶大好きだから気に入ってくれたら嬉しいなと思って。桃の紅茶か、美味しそうだね。私はちなみにアールグレイが好きです。無難に。桃だけじゃなくて他にもね、リンゴとかマスカットとかもあるんだけど。フルーティーな紅茶が好きなのかな。美味しいよね。特別なお客さんが来た時は桃の紅茶にするって決めてたんだ。何それ可愛い。でも なんでこんな壮大な BGM なの。怖いんだけど。あ、そういえばマタロウくん、今日は何時までいられるの？変な意味じゃないんだよ。本当だよ。そうなの？本当かな？いつでも OK。 そうなんだ。でもあんまり遅くなっちゃダメだね。マタロウくんのお母さんも心配するでしょ。まあでも晩ご飯は食べていってほしいな。頑張って作っちゃうからね。何を作ってくれるの？ミコト先輩の両親は？両親ちょっと踏み入ってみる。私のお父さんもお母さんも今日はいないから安心して。なんでそんななんか悲しそうな顔してるんだい？今度紹介するからね。今日は仕事でいないの。それじゃあそろそろご飯作ろうかな。マタロウくんはゆっくりしててね。暇だったらテレビ見ててもいいよ。ほう。おう。なるほど。おい、びっくりした。ちょっと。時計の音でかいよ。え、で、これは、あーはい。普通に歩き回れるね。じゃあゴミ箱から。あんまりゴミは入っていないようだ。どうなんだろうね。仕事でいなくて一人でご飯する時もあるってことは、核家族みたいな感じなのかしら。で、てか、ブラウン管だね、テレビがね。テレビの電源をつける。電源を入れた。今はあまり面白い番組はないようだ。電源を消した。あー、意味がなかった。桃の紅茶さん、飲みたい。テーブルの裏には、お札が一枚貼られている。不気味だから見なかったことにした。何それ、怖いわ。何？なんか、悪魔でもいるの？悪魔？幽霊？インターホンがある。特におかしなところはないようだ。はい。ガレンダーがある。時計は時計。特におかしな点。もう9時じゃね？ 9 時にご飯って遅くね？ミコト先輩のお気に入りの食器が並んでいる。棚の中にはティーカップがずらりと並んでいる。ミコト先輩のコレクション。ああ、じゃあ、お茶系が好きなんだ。雑貨が並んでいる。これは？雑貨ね。じゃあ、ミコト先輩にちょっかいかけに行くか。その前に冷蔵庫のとこ。あ、覗けなかった。蛇口、今水出す必要はない。中には鍋や夜間が入っている。どうも。今頑張って作ってるから、マタロウくんはゆっくりしててね。あ、でも、あんまりうろうろしないでほしいな。なんで？ミコトの部屋は入っちゃダメ。ちゃんと片付けてはいるけど、女の子の部屋だからね。ジロジロ見られたら恥ずかしいじゃない。あー、かわいいね。あら、何作ってくれてるの？何？ビーフシチュー？ビーフシチュー食べたいな。でもうろうろしないでって言われてもこの部屋探索終わっちゃったしな。何このカーペットとか調べられないね。ちょっとじゃあ廊下まで、廊下まで許して。廊下までは。でも廊下なんて調べるところなくね。はい。ミコト先輩のよそ行きのコート。下駄箱には靴がきちんと並べられているようだ。かなり埃が溜まっている来客用のスリッパ。外にはまあ、晩ご飯を作ってくれているので待っていいよ。オッケー。ミコトちゃんの部屋ってどこ？これ？鍵がかかってる。どこ？こっちトイレ、トイレじゃない？トイレ。あれトイレじゃない？ここみ、ここミコトちゃんの部屋かな？何こいつ？嘘は全国共通のセーブポイント。セーブスルーさ。はい。おー、やったぜ。これ何個まで？あ、15ね。うん、まあ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 。なんか割と短めって聞いてるんで、15で足りるでしょう。ここが
みことちゃんの部屋なのかな。でもトイレは、トイレなくね、どこでトイレしてんのあんた。鍵かかってんのもしかして、トイレに。勘弁してや、漏れたらどうすんねん。みこと先輩愛用のデスクトップ PC がある。勝手に触らない方がいいだろ。 OK、 じゃあちょっとベッドに失礼して。みこと先輩のいい匂いがする。匂いを嗅ごう。くんかくんか。変態じゃねえか。引き出しがある。本や雑貨が飾られている。棚の上に写真がある。みこと先輩とお母さん、お父さんらしき人物が写っている。何、ちょっとびっくりしたよ。写真の中の先輩は楽しくなさそうだ。はあ。棚には本や文房具が並んでいる。本棚には難しそうな参考書がたくさん並んでいる。ゴミ箱は？ゴミ箱の中には少しだけゴミが入っている。あれ？これって何？あれじゃないの？ウォークインクローゼットみたいな。何？ウォータークローゼット？なんだっけ？ウォータークローゼットはトイレか。これ。みこと先輩のクローゼットだ。むやみに開けない方がいいだろう。あ、これくらいの大きさか。なんか、大体のさ、ゲームのグラフィックってさ、二つ分に分かれてたりするからさ、棚に重なってんのかと思っちゃった。あれ？調べられそうなところないけどな。あ、じゃあ、これで結構全体的に調べ終わったから、みことちゃんに話しかけに行こうかな。どんくらい作った？あ、うん。あ、え、うん。あれ？あれ？進まなくなっちゃった。うん。どうしたらいいんだ？もう冷めてしまった。うん。え？どうすんの？鍵かかってたよね。どうすんの？え？私なんか探索不足かな？ちょっともう一回見てきますね。怖いなこれ、ちょっと。あ、引き出しの中に日記の切れ端がある。読みますか。はい。今日はテストだったなり。なり、はあ。そう、もちろん出来はいつも通り。みことは天才だから解けない問題なんてないのだ。あ、こういうキャラですか。なるほど。日記はここで終わっている。よく見ると裏に小さな文字で何か書かれている。玄関においで。え、何？え、ちょっと怖いよ音が。日記の切れ端1、ちょっと怖い怖い怖い。セーブスルーさ。でも私も結構なりは使うよ普段から。でもなんとかなのだ、欲しいは使わないけど。玄関来たよ。玄関来たけど、下駄箱の中に日記の切れ端がある。さっき調べた時なかったじゃん。お料理もお勉強もおしゃれも何もかも全部全部欲張ってだって、欲張ってエンジョイしちゃうみことなのでした。でもお小遣いが、みことはいつだって金欠なのでした。お小遣いはないので自分でバイトするしかないのであった。みことは苦労人なの。誰か助けてほしいな。何が欲しいって、独り言なのに、そんななんか、え？っていうか、なんで下駄箱に日記あるの？まずもって。ちょっとおかしいよ。何が欲しいって？今欲しいものはね、お洋服と、カバンと、参考書にノートとペン、料理本と、いっぱいありすぎてやっぱダメかな。日記はここで終わっている。よく見ると裏に小さな文字で何か書かれている。なんかこのさ、この文言さ、動物の森とかの、仲良くなった住民からもらえる写真の裏によく見ると小さな文字で何か書かれてるみたいな、それを思い出すね。紅茶は好き？はあ。紅茶好きだよ。紅茶好きだよ。じゃあ紅茶を調べるの？次は。オッケー。あ、ちょっと操作が難しいんだけど。はい。あ、こっちじゃない。こっちからか、調べるのは。ティーポットの中には温かい桃の紅茶が入っている。よく見るとティーポットの底に日記の切れ端がある。それさ、みことちゃん今置いたでしょ。読みますか。なんとみことはまたまた告白されちゃったのだ。
モテる女は辛いのであった。やばい、こういう子かよ。まあ、でも付き合うだけならただってやつかな。本当に私にふさわしいのかどうかって。でも、ミコトはちゃんとした恋愛がしたいの。ミコトから好きになった人じゃなきゃ、ダメなんだから。ミコトは変な男には騙されないんだから。プンプン。日記はここで終わっている。よく見ると裏に小さな文字で何か書かれている。お泊まり？え？日記の切れ端さん、お泊まり？なんだろう、お泊まりって。お泊まりってことはあれか、ベッドか、くんかくんかか、ここか。ベッドの下にあったね、日記の切れ端がある。読みますか。はい。みことはね、幸せだったらいいなって思ってるんだよ。素敵な恋して仕事して世界一幸せな家族と一緒に過ごしていっぱい子供と遊んであげるの。きっと毎日が楽しいに決まってるよ。その時その時、みことはね、素敵な旦那様と一緒のお布団で寝たいな。ってそれはね、別に変な意味じゃないの。な、日記で随分なんか人に向けて書いてるような書き方するね。お客さんが履く用。なるほど。あれだ、来客用のスリッパか。オッケー。え、ちょっと怖い。なんか、音がないのが怖いね。探索の時に、ね、あの、ティッ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 みたいな BGM 流れてくれれば、こう、愉快に探索できるんだけど。これだね。これでしょ。来客用のスリッパの中に日記の切れ端がある。読みますか？はい。あのね。あのね、今日はとってもいい報告があるのです。私のちょっと気になってたね、ゆきまるさんって人がいるんだけどね、なんとみことのこと好きだったんだって。ムフフ、告白されちゃった。そんなわけでみことは今ね、超ハイテンションなのでした。みことのこと好きって言ってくれる人はたくさんいるけど、なかなかみことがいいなって思ってた人からはあんまり好かれないのだよ。みことは残念だったりする。みことはこの恋にちょっとだけ期待してみるのであった。でもゆきまるさん、私のこと分かってくれるかな。どういうことですか？はい、よく見ると裏に小さな文字で何か書かれている。冷たい目。何冷たい目って。お？冷たい目？そんな目なんてあったっけ？その辺に目なんて転がってたっけ？とりあえずちょっと怖い。はい。え？冷た、あ、わかった、この写真でしょ。写真の中のみこと先輩は楽しくなさそうだ。あれ？違う？あ、違うわ。あ、なんだろう？どこだろう？ここじゃないのかもしれない。あれか、こっちかな。てか、一回ちょっとみこと先輩に大丈夫かな？大丈夫？大丈夫？ああ、オッケーオッケーオッケー。はい。あとでちょっと聞こう、もう一回。様子見るときに。こっちか？違うか？なんだ？カレン、ちょ。カレンダー。お札が日記だったりしない？違うか。あー、どこだろう、なんだろう、冷たい目、冷たい目か。こっち開いてたり、あー違うか。え、私どっか調べてないのかな。くんか、あれ、冷たい目、あ、冷たいのは違うか。紅茶が冷めてるからってことかと思ったけど。わ。あ、冷たい。これ、冷蔵庫じゃない。あ、冷蔵庫の中に日記の切れ端がある。はい。いや、てか待って、横にいるのに。私、突然何？どうした？誰も私を分かってくれない。お父さんもお母さんも友達も、誰も誰も誰も私を理解してくれない。
日記はここで終わっている。はあ、勉強日記の切れ端。あ、でも BGM が追加されて私は嬉しい。あ、日記読んでるとこ見てたでしょ。なーに、マタロウくん。うるさいね、外がね。ミコト先輩の手を握る、黙っている。ちょっと黙ってみる。あ、何も。あ、ちょっと待って、手握りたかった、手握りたかったよ、ごめんね。あたい分かってるから。あれ待って、なんて言われたんだっけ。勉強がうんぬんって言ってたかな、確か。違ったっけ。参考書とかだからこの辺じゃない。お、日記の切らしあったね。じゃあこれ読んだらちょっと今回これで終わる。はいはい。怖いよ BGM が。はい、ミコトはね、今すごく頑張っているんだよ。何のためなんだろう。お母さんとお父さんに喜んでもらいたいからってミコトは言ってみる。ねえ、怖い、ちょっとイヤホンちょっと外しかけてもいいですか。ミコトは、私は何のために頑張っているのかわからない。だって頭がいいわけじゃない。それでもなんでか勉強強いられているのに意味なんかきっとないよ。ちょっと、下のメッセージの部分が切れて、スカートが途中で切れて、下半身ないですよ先輩って言おうと思ったら、ミコト先輩が壊れた。うるさい。日記はここで終わっている。怖いって。ちなみにこれホラーゲームです、ごめんね、言うの忘れたわ。あ、てかまあ注意喚起で出てたからわかるか。よく見ると裏に小さな文字で何か書かれている。割ったら弁償だよ。はい、あれですね、コップですかね。はい、え、どうしようかな。なんか割と短めって聞いてたんだけど、一応2パートに分けようか。ちょっとね、怖いからね。心臓が持たないわ。とりあえず1回区切ります。お疲れ様でした。2周年おめでとう、ひなぴよ、つぴよでーす。